皆さんおはようございます。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います。草コイン新聞購読視聴規約、ここでね一旦この動画を止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条を大きな画面でお読みください。どこか一箇所でもね承諾できないというところがありましたら、この動画の続きを見ることはできません。すべて承諾できるという方のみこの動画の続きを見ることができます。それでは今日も行ってみましょう。 LINE に登録してくださいね。そして動画の感想とかね、有料会員になりたいとかね、何かご連絡ください。なんか質問とか FX の質問とかね、仮想通貨の質問も全然 OK ですよ。無料でお答えしますからね。あと中野雄二は左と右のどっちでしょうか。ヒント、レフト。はい、行きましょう。令和元年5月10日金曜日、暗号資産草コイン中野研究会。今日のね千葉県松戸市はすごくね朝から晴れてて暖かいですね。今日はね28度まで上がるって言ってたから真夏日だね。28度も朝からね、車はエアコン入れてましたけど、28度って言ったらやばいね。家もガンガンにエアコン入れないと死んじゃいますね。はい、で今日はね、朝一番なんでね、今は朝の8時29分ですね。今日も4時半ぐらいに起きたな、そういえばな。今日のドル円仮想通貨マーケット分析をいきたいと思います。で今日はね、なんと年に一度の五等日だね。5月10日だから五等日でしょ。だからね9時55分までのね、9時5分、10時ぐらいかな、10時ちょっと過ぎかな、中値、ドル円 FX の中値はね爆上げ間違いないよねっていうことと、あとは FX はね期待値で勝負だよっていうことをねちょっと言いたいんだけど、期待値については、またお昼の動画でねやりたいと思いますが、パチンコ、パチスロ、ギャンブル、すべてねギャンブルに関することはすべてね期待値、確率論の期待値を期待値をねいくら積み重ねるかで勝負なんですよ。はい、だから日々のですね勝ち負け、今日ね FX でねいくら買った、株でいくら買った、今日は負けた、そう関係ないんだよね。はい、日々の目先のね勝ち負けっていうのはね全く関係ないんですよ。で今日ね中野さんいくら買った、100万買った、5000万買った、2億買った、今日負けた、ダメだね、この手法ダメだね、この手法いいね、全く関係ないんですよ。だから FX YouTuber のジンさんとかね、ドラさんとか、おのちゃんとかね、皆さん今日いくら買った、いくら負けた、何ピプス取った、何ピプス負けたってね言ってるんですけど、それは金額でしょ。日々の、勝ち負けとかね、勝率、あとは金額関係ないんだよね。期待値で計算しないとダメで、世の中の現象っていうものはですね、すべてね白黒、白と黒と勝ちと負けの裏側にね期待値っていうのがあるんですよ。はい、で期待値っていうのは、ルート2みたいな感じで、ルートとかね斜め45度でね、斜めに見ないと見えてこないんだよね。で多分期待値って知らない人の方が多いと思うんですけど、でもそもそもね自分がやってるトレードのねやり方がね、期待値がねマイナスだったらね、期待値積み上げてもマイナス積み上げることになるから、いくらやってもね いくらお金かけても、ね、ダメなんですよね。はい、だからそこら辺を、期待値の積み重ねでねパチプロになれるか、パチプロなれるか、 FX のプロ、 FX で食べていけるかどうか決まるんですよ。でそのそもそもそのあなたのトレードのやり方がね、期待値がプラスなのかマイナスなのか、そこが大きな問題点。はい、成り行きはね絶対にマイナスになりますから、
成り行きトレードはね、期待値マイナスなんですよ。だからどんだけお金をかけても何百回何千回ポジション取っても負けるんですよ。逆にね、 IFO とかでね、 きちんと期待値をプラスに持っていけばね、どんだけ負けてもあなたは億万長者になります。はい、ということで、そんなのいいから早く行けということですね。はい、期待値プラスになるトレードの手法っていうのはどうしたらいいかっていうのをね、どうしようかな、まあ一般公開しようか、まあ半分します。で、残り半分は有料会員さんに教えるようにしようか。ずるい。はい、これがね、今日、今の現時点のね、5月10日ですね。年に一度のご褒美。今日爆上げですからね。年に一回しかないからね。はい。9時55分まで上がるよ。10連休終わって初めてのご褒美ですからね。で、8時33分で、爆上げ開始の合図が始まりましたね。これ1分足ですが。5分足、15分足。昨日の夜ね、ここで一旦ドラさん切られて上上がって、もう一回、下行っちゃったね。ほんで、その後、もみもみしてたけど、真夜中ね。今、こう、爆上げサインが発令されました。はい。で、これ、突き足ですが、突き足見にくいね。突き足、これ、週足で、ここちゃんとついたよね。5年に一度のペナントフラッグのね、下の線つきましたね。あ、そういえばね、今ね、無料、中野研究会のね、LINE グループの無料 LINE グループ、無料会員を作ってるので、今一人一人ご招待してますから、入りたいっていう人はですね、また LINE に登録していただいて、私までメッセージください。まずは全国版作ってるので、全国版に皆さんご招待してますのでね。はい。あと、以前、はい、全国版とか、いろんな、陰謀論グループとかいた人もね、また LINE ください。私までね。それまた入れます。ご招待いたしますんでね。で、これ、日足ですから、しっかりとね、ここのサポートライン、5年に一度のペナントフラッグの下のね、サポートラインをしっかりと踏んで、陽線出てますね、陽線。はい、陽線出てるんで、やっぱり、そうなんだね。こっからここまで行くんだね、上にね。はい、僕はもうっていうか、まあ俺やってないけどね。あ、僕はもう、はい、仕掛けはしました。234ピプス上行きますんでね。ここで決済するようにしといた方がいいんじゃないですか、皆さん。もう大勝ちしますよ。大儲けできますよ。どうすんの？やるのやらないの？しっかりと足場作ったからね、足場の高宮ですからね。はい、で、爆上げ宣言開始で1時間足では上がってきてますね。もう大丈夫ですね。はい、大丈夫です。今日は米中首脳会談があってですね、貿易会談があって、うまくいくということで、上がってきたね。はい、じゃあ、急いでね、アップロードします。あとは、ビットコインも上がって67万5千円。67万5千円？え、これ何？これなんで窓開けてんのこれ。え、嘘でしょこれ。ビットコイン、窓開けてない。67万9千円、67万5千円いってます。見て見て、これ。爆上げ。この爆上げ。伸ばしたら何でも爆上げだわ。はい。年収来高値また更新ですね。67万5千円。行くんだね。行くもんですね。ビットコインな、70万いくんじゃないですか、これ。誰が見ても、誰がどう見ても。今週末70万いくんじゃないですか。誰がもう、冷やしですけどね、今日これね。1時間足はこれですけど、冷やしの方がいいか。はい、爆上げ確定。はい、もう戻っちゃいましたね。はい、あなたが億万長者になるためには、あと、もう一歩踏み出さればいいだけです。67万5千。今日70万いくかもね。はい、今日金曜日ですしね。はい、中年の、年に一度のご褒美ですからね。年に一度のご褒美ですから、あなたは、やばい。これね、早くアップロードします。年に一度のご褒美。9時55分に向けて、億万長者になりましょう。それでは、
千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。皆さん今日一日頑張りましょう。 Yes, sir!